髪染めてないよ。なんか毎回ショールームするたびに、なんかあいみん髪染めたって言われるけど染めてないですね。そろそろ染めた方がいいのか。こんにちは、お久しぶりです。ショールーム、ショールームはお久しぶりだね。今日はオンライン個別お話し会ありがとうございました。オンライン話し会、朝からね、1部と2部来てくださった方ありがとうございました。お話し会ありがとうね、ありがとうね、こちらこそ。元気だね。ね、なんか怒ってる。わあ、バニラアイスタワーだわ。ありがとう、バニラアイスタワー、ありがとう。ハッシュ、ありがとう。お話し会も来てくれてありがとう。バイ、バニラアイスだ、ありがとう。めっちゃ嬉しい。今日もね、お話し会あっという間に、本当にもう時間が来ちゃって、もうね、早いね、時間過ぎるのね。いつも言ってるけど、もっともっとお話ししたいなって思いながら、もうね、終わっちゃうからさ、途中でたくさん、私パズルもね、たくさん頑張ってくれてありがとう。今日ありがとう、本当にタワーもありがとう。鳥が返事してる、ビッグラブ。頭撫でてくれそう、撫でてくれそう。さっきパズルでハッシュに出会いました。マッチング、純吉、ありがとう。くまちゃん、ありがとう。昨日のオールナイトフジコンを見てくださいましたかね。タップ、ありがとう。くまん、あ、うんぼうんぼ、外れー、外れー。夏のお姉さんのコスプレに合ってる。そう、今日はね、お話し会に来てくださった方は分かると思うんですけどね、夏が大好きそうな感じの、夏大好きって感じの人の服着てましたね。今日はジャスミン茶、はずれ。これ全然当たらないね、当たらないね。タップ、当たりますよね。はずれ、紅茶レモン、はずれ。フジコ地方で見れた。おフジコは TVer で見れます。そうで、見逃した方はぜひね、TVer で見逃し配信行っているので、ぜひてください。やっぱ夜中結構遅い時間だったからね、次の日が早い、朝早いとかいう方はね、見えなかったりしたかなと思うので、そう、今日ありがとう、こちらこそありがとう。今日はオンラインお話しありがとうございました。パズル地獄から解放された方々、爆睡してそう。確かに。今日の2時までだったっけ？ね。そうだよね。パズルたくさん頑張ってくれてありがとう。サイタン、ありがとう。クマちゃん。
たくさんパズもありがとう。アップで入ってからスコアえぐいことになってるよね。らしいね。ちょっとね、パズルいっぱいねしたいな。パズルそんな変わってるの、いろいろね、ちょっとねしてないうちにいろいろ変わってるのかな。クマプありがとう、バイチー、ありがとう。パズルみんなともしたいんだよね。今日の2時まででなんだっけ、なんか生誕イベントのガチャも終わった。これ何、七夕かな、今七夕イベントですか。パズルちょっとサボってたら30位くらいからだ、110位くらいまで下がってた。そんな下がる。たくさん皆さんがね、あのパズルしてくださってるおかげですよ。久しぶりにショールーム見れた、嬉しい、かわいい、ありがとう。久々になんかショールームしたかも。なんかパズルのコツがちょっとね、未だに分かんなくてさ、なんかすごいでっかいボブみたいなのが出るようになったっていうのはなんか知ってる。生誕イベすごかった。今日の2時でももうなんか一旦締め切りって感じ。これからメンバーと遭遇したら得点アップするらしいです。じゃあ今するする、イベント中ポイントのたまる小さいジムが落ちてきた時のガシクシ感、ガクシ。なるほどね、パズルル変わったんだ。丸いもの恐怖症になりましたね。ずっとやってるとね、なんかちょっと今からじゃあパズルしようかな。みんな皆さん今日暑いね、毎日暑いね。イベントも参加できてません、全然してほしいけども、それはしてくれたらめっちゃ嬉しいけど、みんなね、みーちゃん久しぶりに来た、ありがとう来てくれて。夢にジムでできそう。あゆみん強いの弱いよ。じゃあしますか、みんなしますか。まあゆみとね遭遇してもね、絶対ねあゆみより強いと思うんで、みんな大丈夫です。皆さん頑張ってくださって、みんなのさ、なんかニックネーム面白いよね。プレイヤーランキングセンスあるよね。アイコンもさ結構みんなあれちゃんと決めてやってる。アップでしました、アップで、アップで、何してるっけな。行かないっちゃい。アップデートをするか、アップデートします。ね、毎日毎日暑すぎるよね。
どうしようね、暑すぎてねえ大変だね。あの冷感スプレーとかでもうなんとかこの夏乗り越えるしかないなって。今まで冷感スプレーとか全然やったことなくて、なんかすごい寒くというか涼しくなるらしいので、しようかな。あ、そう、なんかレノも言ってたもんね、冷感スプレー、あ、いいなと思って。だいぶ違うよね、冷感スプレーすると汗かかなくなるのかな、首に巻くやつ、冷感、車の中やばい、車の中やばいよね、こもる、塩巻いたり、塩霊眉毛手持ちの扇風機持ってないかな、荷物になりそうで。眉毛汗をかくけど風とか涼しく感じる。なるほどね、全然それで違うと思う。その冷感スプレーがあの何時間持つかによっても全然変わってくるし、だいぶね長く持つやつの方がいいけど、そんなね、そんなすごいことないよね。じゃあエコノジーパズルしようかな。皆さんエコノジーパズルのアプリ開いておりますか。なんか最近さつむつむにめっちゃハマっててさ、なんか全然まだまだなんだけど高得点をね出したいなって。おっつきのマッチョなメンズが南国の大きいやっぱで仰いでるもんな。おっつきのマッチョなメンズ、まあパズルゲーム頭使うよね。席ありがとう、星キラキラありがとう、キラ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 。いやまあゲームは楽しいよね、そうゲームってすごい楽しいんですよ。ゲームハマったらね本当にやばい。パズル系痩せそうだよね。頑張ってください。じゃあこの10パズルしますか。じゃあじゃあパズル、イコノジーパズル、これはどのぐらいでカウントダウンしてたっけ、 5からやってたっけ、なんかゆっくり言ってた気がする。54321ゆっくり言ったらみんなとマッチングするかな。そんなねあんまりなんかその時差みたいなのなかったよね。じゃあ5からやっていきたいと思いますので、皆さん今ねこの10パズルできるよって方はぜひ対戦よろしくお願いします。どのタイミングいいかなと。それだ、とりあえずパズルしましょう。タイヨロ、タイヨロです、いくよ、ゴー、みなん3、2、1、スタート。早かったかな、配信中できない、そうだよね端末が。カリー、ほのにゃん、よろしく、対戦よろしくお願いします。ちょっと本気出すんで集中します。どんどん消していこう。むずいパズル、いっぱいね消してね、消費者したい。
ダメだったら全然まだまだいっぱいやるんで、対戦よろしくお願いします。これさ全部さなんかこう溜まるのを待ってた方がいいのか、待たずにもうしちゃった方がいいのか、待たずにしちゃうか。おおおおおおち、難しい。今んとこね、多分ねいい感じのいい対戦できると思うんだけど、やばい、スキル使うの忘れてた。いくよ、よし、あれってアリテンかわいいな。勝ちたい、みんな応援してて。受けたかな。お、やったー、2位、初めてかもしれない、2位とか。ほのにゃんが1位、やいみ2位、かり3位、やったー。この調子でまた対戦よろしくお願いします。知らないね、戦い終わってる。今コインがさ39,900くらいあって、それを4万にしたいな。じゃあまた行きますか、第2回戦行きます。たくさんパズルしてね、楽しいパズル、パズル、ドゥン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 。生誕ジム落ちてこなくて違和感。今日の2時までは落ちてきてたのか。めっちゃ貯金してる。そんなそんな。顔がすごく中国人っぽい、本当。ありがとうございます。じゃあ2回戦いきますか。じゃあカウントダウンをね、5からやっていきたいと思います。皆さん準備よろしくお願いします。いくよー、せーの、ゴー、4321、スタート。ひなた結婚や、よろしくお願いします。スキルを絶対使う、スキルを絶対使う、4つ以上消したい。強いな、みんな強い。あ、TikTok アイドル踊り狂いました。かわいいよね、あの曲。テレテテンテテンテンテンテテンテテ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 テ。強い、みんな強い、強すぎる、強くない、なんでそんな強いんだろう。いや、いける。負けるな、負けるな。
いけー。いや、え、なんでそんな強い？みんなマジ本当に強い。マジでそんななんで強い？健康1位、日向2位、私3位ですね。強すぎる。ゲームから試合終了。それな、攻略サイズとかあんまないから上手くなる方法が分からん。確かに強い。今来ました、生誕イベ7位だって。わっ、すごーい、おめでとうございます。ありがとう、たくさんしてくれて。対戦ありがとうございました。みんなもね、対戦してる方ね、フリーフリー。いやー、もう一回いきますか。何回だってね、行きたいと思うので。じゃあみんな準備できたかな。ここにいるみんなと対戦したいな、全員と。 CM 見てます。じゃあ CM 終わるまで待つ。あれね、ユニコーンがあるんでね、全回復できました。余裕で全回復 131個ぐらいある。ユニコーン10個ください。全然あげるけどね、そういうプレゼント機能がないもので。じゃあ何回戦だっけ、忘れちゃったけど。じゃあ次の試合いきますか。いくよ、じゃあカウント始まるよ。いくよ、3回戦ゴー。3、2、1、スタート。マッチングよろしくお願いします。お、1、トッポギよろしく。どうだろう、みんな強いね。なんかさ、わざとさ、もしかしてなんかこう譲ってくれてる勝利の差を。勝利の座をわざと譲ってくれてる、もしや。いや、そんなことはなかった。全然負けてるわ。
1位ワン、2位トッポギ、3位私。楽しい、この宇宙パズル楽しい。大変ありがとうございました。お、4万コインいった、やった。大変ありがとうございました。じゃあまた次行きますか。第4試合目、どん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 こうやってね、このコインチケット、コインチケットやった方がいいかな。じゃあまた次行きますか。ちゃんとやってるの、やってるよ。成長チケットもねやって。じゃあ第4回戦目いきます。みんな準備できたかな、マッチングのね。みここにいるみんなとマッチングしたいのでよろしくお願いします。いきまーす。5 4 3 2 1、マッチング。あお、カリートッポギ、えまたなんか一緒に結構なったお二人だ。またよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ、みんなもお疲れ様。このあのイコノジュパズルをねすごい参加してくださった方は本当におめめもね多分ちょっとお疲れきてると思うので、ぜひゆっくりね目を休ませてあげてください。目はね一生ものなのでね。ラグあるからね、それはあるよね。はじめまして、はじめまして。応援よろしくお願いします。ユニコーン全部使い切るまで帰れません。ショールームやめれません。勝ちたい。1位トッポギ、2位カリー、3位私です。安定の3位。やっぱ楽しいね、このイコノジュパズルめっちゃ楽しい。なんかやればやるほどどん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 、タイヤリでした、タイヤリです。どん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 ね、こう上に行けそうな感じがするのが楽しいね。マッチしないガビーン。そう、なんかさ、マッチする人とはめっちゃマッチするから、マッチする人はなんかさあれだろうね、すごいコツをね掴んでるんだろうね。じゃあもう一回いきますか。セッキーありがとう、かまちゃん、ありがとう、 Thank you。 じゃあまた次の試合いきますか。じゃあ 5のカウントでいきたいと思います。ゆっくり言ってみるね。いくよ、みんな準備できたかな。
せーの、五、四、三、二、一、マッチング。やす、あきら、よろしく。よろしくね、やす。あきらは見つけ推しだね。よろしくお願いします。オンライン富士子見ました。ありがとうございます。どうだった？とてもとてもね、すごくね、緊張したんですけど、もうすごいね、貴重な経験をさせていただけて、本当ありがたいよね。オールナイトフジコリアタイ してくださった方、あのツイッターでね、いろいろなツイートしてくださった方ね、本当見ましたのでありがとうございます。見逃し見ます。ぜひ見逃した方はね、見逃し配信をご覧ください。なんでこんなみんな強いんだろう、この10バトル。ね、キイちゃんおとなしくなった。また強すぎるどんどん消してるんだけどね。1位ヤス、2位アキラ、3位私でーす。安定の3位。ちくしょう。ちくしょう。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ちょっと一旦休憩します。また夜はタイアリです。ありがとう。強いね、みんな強い。みんなお疲れ様です。今日も一日クマプありがとう。にじキラキラ、にじさんありがとう。あゆみさんと出会いません、悔しい。なんでだろう、本当になんで。ラグ、間違えていつもの癖で一人の吠えてた。あ、一人のねプレイで、ソロプレイヤーレグルス、ありがとう。あ、外れ。ピン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 、外れ。ピンピンピン。えんえん。お、ティエママンすごい。当たり。おめでとう、すごい。当たった。今日初じゃない。おめでとうございます。同じ色めっちゃ溜めて
から消した人だから同じネット結構いい感じでした。やっぱ結構貯めて一気に消すって感じがいいのかな。マッチングした頭を再回避できる。本当？でもマッチングできないね。今月は過去の好き作った方がいいのかな。わかんない。シャッター音かと思ったんだ、聞こえた。ピーピーピー、くしゃ。くしゃくしゃくしゃ。ための大切基本？本当に？トッポギありがとう。外れ。アイスイベントも明日でもしかして終わり？早い。もう明日で終わりです。今日達成できそう。嘘、今のポイントぐらいだろ。生誕イベ走ってたら5万個に超えてた。本当にすごっ。5万、今4万、今七夕のガチャだよね。あと12,750になってる。本当？ほのにゃんはありがとう。ハズレ。夏は何で感じますか？音楽、セッキー、アズレ。あゆみん TikTok めっちゃ踊ってたよね。そうそう、めっちゃ踊った。お、東京のスワン、新宿スワンではなく東京のスワン。外れ。紅茶レモン、外れ。お、タップ、外れ。みんな外れるね。お、セッキー当たりそう。なんか外れた。お、タップ当たりますように。外れ。あー、たまにしか来ない。当たり。ぴょんぴょんダンスしてるの可愛かった。 TikTok にゃりこじゅ公式のね TikTok でアカウントでね、私があの夢見るアイドルを踊ってる動画が投稿されてるんですけど、皆さんのねコメント見ましたよ、ありがとう。皆さんよ、優しくて全部コメント見てよ、ありがとう。お、レグルス外れ。いいねもっと押してくれ、ありがとう。やす、外れ。こちらも TikTok ポニーテール、そう、なんかサイドポニーでね、高めのポニーテールしてた。ありがとう、ハッシュありがとう。チョコミント、
チョコミントアイスサワーありがとう。チョコミントアイスサワーだわ。ありがとう。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。本当にありがとう。たくさん。チョコミントの、あのマックのチョコミントあれなんだっけ、シェイクだっけな、あの食べました、飲みました、飲みました、めっちゃ美味しかった。これでアフタヌーンティーゲット、えマジでもう達成、早くない、本当にポイントがさ全然ね出てなくてさ、本当にありがとう。今日も晩ご飯マック楽しみ。いやこうやってアフヌンのね達成したのかな、おさね協力してくれたのにマックってひどない、晩ご飯ちょっと嫌な嫁すぎ。達成した、ありがとうございます。東京のスワン外れ。アフヌーンぜひインスタで見て、アフヌーン、アフヌーンのなんだっけ、なんなんだっけ、50万ポイントでアフヌーン達成めでとう、本当に皆さんのおかげです、ありがとうございます、みんなのおかげありがとう。アフタヌーンティー、チケット、アフヌーンのチケット、おめでとう、本当にありがとうございます、めっちゃ嬉しい。やてかもうほんとこんなにも早くね、エビの方がいい、いやとっちゃ嬉しいよ、エビも大好きだしアフヌーンも大好き。でも普段こうねアフヌーンとか全然行かないから、逆にそういうチケットがね、チケットをいただけるってなると行くじゃん。あー本当に私を導いてくださってありがとうございます。アフタヌーンティーゲットだぜ、ゲットだぜ。外に出るきっかけに本当にそうそう、もう夏になって外に出るのが本当に結構しんどくなってきて、次回のブログにアフヌーンの様子載るかな、載せたいな。いやちょっとインスタグラマー、インスタグラマー一緒にアフヌーン、アフヌーン、キーちゃんもアフヌーン、インスタの写真、インスタのフォロワーありがとうございます。2.5 万人フォローありがとうございます。アフヌーン、アフヌーン、アフヌーン写真。アフヌーンね。アフヌーン。アフタヌーンティー。みんなの夏の乗り越え方教えてください、気になる。ティー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 、アフマン、アフマン、気合い、うーんなるほど、うん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 、結構インドア派も多めで、ひたすら運動、はい、運動なんて信じられないね。キーちゃんスポーツ好き、キーちゃんスポーツ好き、運動好き、
ダンスね、ダンスも運動だよね。スポーツ好き、1、スポーツ好き、りーちゃんスポーツ好きですか。毛づくろいしてる。黙った。キーちゃん運動そんなっぽいね。キッポコモゴモゴしないの。モゴモゴ、東京のスワン外れ。ピンピンピン。日焼けしたくないから外出ない。それな、日焼けしたくないよね。まあ外に出ない。外出ないね。外出ないようにしてるよ、なるべくね。なんか年々暑くなってきてません？化石熱量だんだん増えたり減ったりするのかな。夜の部、今日も夜の部いいんですか、しちゃって。日焼けしないよう車をご用意します。最高は今車運転したいな。プップー、昨日沖縄の方が気温低かった。マジどういうこと、本当に。運転はこちらでします。わあ、タクシー、タクシー。でも2030年ぐらいに地球はプチ氷河期になるっていう人もいるね。そう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 、なんか氷河期ね、なるってね。なんかこう暑くなって寒くなって繰り返すのかな。なんか暑くて死ぬより寒くて死んだ方がなんかそこまできつくなさそうだな。セーフティー、草草、電気つきました。ちょっと遊びに行ってきます。お、ニバナ見ます。睡眠もとってね、ありがとう。2部しようかな。最近全然ショールームできてなかったし。死ぬこと考えないで、それな。今日2部しよっかな。今年この内需フェス9月だからちょっと涼しいといいな。ね、涼しいかな。凍ったいもの似たよ。保管できる、保管する、美術館でも作るか。綺麗に保管してね、無理せず。ありがとう、心配されちゃってるから申し訳ない。本当だ、アイスポイント51万1296ポイント、ありがとうございます。
ありがとう、本当にありがとうございます。皆さんのおかげです、本当にありがとうございます。すごい、こんなに早く達成できると思ってなかった。本当にありがとう、めっちゃ嬉しい。いや、アフタヌーンティー行きたい。アイスなんだっけ、アイスだっけ、30万ポイントでアイス。なんだっけ、ハゲンダッツアイス1週間分皆さんのおかげです、ありがとうございます。タブチー、みんなありがとう。サティワンなの？ダダ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 ダ。抹茶があんま食べない、抹茶はあんま食べないけど、リコさっきサーティーワン食べてた。いいね、オリーナでジェラート様子め、アクオリーナおしゃれそう。全くなんかそういうアイスのお店とか全然詳しくなくて、アフヌーン系も全然わかんないし、なんかもう本当に女子力ないよね、女子力鍛えなきゃ。見て遅れました、こんばん、こんにちは、こんにちは。いいよ、全然出遅れてないよ、さっき始めたばっかり。この前ほうじ茶のおふぬいてはおしゃん、みんなみんなどうやって調べてさ、そのお店にたどり着くの。ね、おふぬん情報入手。フルーツ系豊富だからストロング飲んだってみんなにストセロン。インスタが多い、インスタ、あ、インスタで探して、なるほどね、インスタで、インスタね、なるほどね、いいね、インスタで悩みも探してみよう。おしゃれカフェ、友達さんが探してくれます。いいね、お友達がそうやってさ、ここ行こうよ、ここ行こうよ、ここどうって言ってくれるさ、引っ張ってくれるお友達いうとこうね、いいよね。アフヌーンにアクスタ毎回連れてく、大好きパンチ、大好きパンチ、かわいい、大好きパンチ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 、キーパンチ知ってる、アクセスさせてってくれてるの知ってるよ。
私お友達いないから無理だ。自分一人で行くのもありじゃん、いいじゃん、ソロプレイヤー。今度ラジュレのアフヌーン行くから、エミもおいで。ラジュレ、ラジュレおしゃれそう。ナイスパンチ。ラズレ全の意味絶対に、ラズレ調べてみる。ラズレ、ラズレ、もう名前からしておしゃれだね。いつかお話し会で大好きパンチ要求します。かわいい、大好きパンチくらい、大好きパンチ。トリグータッチパンチ。ラジュレ、ラジュレ、うわ、何なんだろう。ちょっと大好きフライングボディーブレスお願いします。何それ、ラ、ラジュレ。あ、このラジュレのマカロンいただいて食べたことある。めっちゃ美味しかった。ラジュレなんだ、おしゃれだ。大好きフライングポーブディープレスって何、ごまかしてもかわいい。何、マカロン美味しいよね。美味しい、マカロン美味しい。ふわふわしてる。マカロンって名前も可愛いよね。ホワイトデーで娘に買った。わー、センスめっちゃいい。こんばんは、初コメ、初コメ、こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。ラズレ日比谷店おしゃれ、キャッキャ。そうなんだ、みんな詳しいね、すごい。マカロン名前でもう価値が、マカロン、ロン、ロンって可愛いね。あゆろん、チッツの夜、ツーアイラビュー、
I miss you, got the eyes closed. Skibo, come on, it's a pretty time. Keep on it, come on.あほのあゆみの誕生日の2日後だから、おいしょ2日後お見せしてくれるの。いやうれしい。ブログに載ってたアヒージョめっちゃ美味しそう。アヒージョ昨日だっけ、おとといだっけ、なんか食べたな。アヒルだい。アヒ。マイアヒ。夜ご飯なん食べよう。元気そうやな本当に思ってる夜ご飯なん食べよう。でもあんまりなんかお腹空いてない。まだみんな何食べるの。夜ご飯、夜ご飯は何食べるのかな。夜ご飯アヒージョラーメン、なんだろう、ラーメンいいね。お寿司はいいな、お寿司いいな。うなぎそうめんは自炊あんまりしないかな。たまにネギトロ丼、ステーキやばい、アイスタコス、鶏巻きたちとディナー行くわ、いいな。おしゃんハンバーグでいいね、ハンバーグいい。しらす丼、外食、お団子、生姜焼き、おいしそう。みんなもう決まってるんだ、夜ご飯決まってるの、すごい。チャーハン足す何か、しゃぶしゃぶ、わしゃぶしゃぶいいね、アイスいいね、いいな。二郎系がっつり、がっつり系だね。じゃがりこ、じゃがりこだけどお腹いっぱいになる。カレーいいな、カレー美味しいよね。何食べたい、何でもいいよ、何しよう、何食べたいかな。
食べよう。お寿司、お寿司食べたい。シーフード系、魚介系食べたい。じゃがりこ可愛くて草、それな。焼き鳥いいね。いや、完了、早っ。じゃあ、そろそろこの辺でランキング読もうかな。かわいい、私が寿司握る。やだやだ、また2部もするので見に行ける、行けそうって方だけ来てください。夜はね、何時頃になるかな、何時頃だろう、何時頃がいいかな。何時頃がいいかな。18時頃とかからぐらいから19時ぐらいとか、そこら辺の間あたりで始めようかな。またもしかしたら全然予定が、そうそうそう、変わるかもしれないけど、ね、すぐじゃん。そう、あの、全然予定がある方は全然そちらをね優先してください。じゃあランキングを読もうかな。じゃあランキング読ませていただきます。じゃあランキングもね、13位リュウ、12位ムテン、11位ゲンさん、10位猫パンチカリー、9位クマプー、8位レグルス、7位 TM マン、6位マッコイ、5位東京のスワン、4位セッキー、3位紅茶レモン、2位タップ、1位はドゥルルルちゃん、ハッシュ、プチ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 、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。プチ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 、たくさんありがとうございます。みんな一緒にパズルとかもねやってくれたり、たくさんお話してくださってありがとうございました。じゃあまたね、2部目の配信でも会いましょう。どうだろう、6時から19時の間に始めたりするかな、そこら辺かな。全然みんなのね予定もあると思うので、全然予定を優先してください。もう遊びに来れたらちらっとでもね来てくださると嬉しいですって感じです。じゃあねー、バヨバヨ、ありがとう、たくさんギフトコメントありがとう。